ただいま、やっていきましょう。イースエイト、ラクリモサオブダーナちゃんですね。本日のラクリモサの意味は、ラクシャちゃんって意味です。はい、ダーナちゃんのラクシャちゃんって意味です。そういうあれがあるのかな、うん、そういう世界もあるんだろうね。そういうものを思考する世界もあるのでしょう。はい、ダーナちゃんがラクシャちゃんということです。はい、やっていきましょう。で、前回増えたディナーさんですね、話していきましょう。それにしてもこの島には珍しい素材が多いわね。これを厳選して大陸に持ち帰れば必ずいいお金になるはず。そう考えると無人島生活も悪くない。むしろ全然いいわ。なるほどね、翔くんたくましいな本当に。で、前回ちょっと時間がなかったんでさらっといたけど、赤肉ってどこで手に入れるんだろうね。勝手に拾ってたことはあったけど、どっかで手に入れるんだろうね。ムアール貝もどこなんだろうね。結構珍しい食材も売ってそうですね。希少品。ああ、こっち。ああ、ありが、赤肉入り。赤肉必要なの、ミミズなのに。交換か。そっか、じゃあ赤肉手に入れなきゃ。賭博士のコイン。己の命すらかけた賭博士の持ち物。レアアイテム。わあ、これ欲しい。サラマンダインの皮ってとこや。売ってないの。サラマンダインの皮売ってないの。ここで掘り出し物にないの。サラマンダインの皮。あ、瓶も欲しいね。瓶も欲しいね。これ引き取りだからな。サラマンダインの皮って中で手に入らないの？分解したら手に入らないの？分解して手に入る意味もよくわからんけど、交換か。分解ってか、その他。ああ、マンゴーとかね。まあ、あんま安い感じか。サラマンダインの皮欲しいな。はい、ゆっくり見ていく。サラマンダインの顔この辺になったりしないの？ないな。ダメか。あー、そっか。でもこのディナちゃんのおかげでだいぶ良くなりそうだね。村が物が回ってきそうで、前回粘石、はい、粘石で合ってる。はい、で、これで火力が上がるんで武器の錬成、さらなる武器の錬成と防具作成。錬成っていうのは赤鳥、うん、さあまあ、ぬって言いそうになった。あのディナという子、少々騒がしいけど仕事は確実にこなすタイプのようね。あなたと似てるね。仕事は確実にこなすのは。向こうは騒がしいけど、カトリーさんはお静かだけど。そういう人間は決して嫌いじゃないわ。まあ、それでもおとなしいに越したことはないけどね。どうかな、俺元気っ子の方が好きだけどな。まあ人それぞれじゃないかな、そこら辺は。何を鍛えるの？そっかそっか。あ、そうだよね、同じ武器を結局鍛えていくんだね、やっぱ。うーん、そういう感じね。そんなにヒュンメル、そんなに武器の強さ変わらんはずなのにな。その割に強いな、やっぱ。まあ14上か。うん、とりあえず作ろうか。あ、鉄鉱石でいいの？そんな 安上がりでいいの？はい、ディフェンダーで、みんな一応鉄鉱石でいいんだったらどんどん作っていこう。はい、フランベルク、みんなできるよね。はい、ビーストスナイプ。なるほどね、武器の種類がいっぱいあるわけじゃないんだね、このゲームは。なんかいいね、それ。一つの武器を強化していく感じ。なんか鉄砕画みたいでいいね。ウォーハンマー。オッケー。強化は、鉄鉱石結構必要なんだね。まあ、どっかで手に入れてこようか。防具は何が作れるようになりました？リングメイル。わー、だいぶ防御力上がるね。こっちは力が上がるか。ナイトメアモードだから、もはやこっから防御力ってあんまり意味がないと思うんで、後半になってくると。やっぱ、こういう攻撃力上がるのに、全力振っていく感じがいいのかな。そうするか、とりあえず作れるだけ作っとくか。あ、めっちゃ作れるじゃん。オッケーオッケー。はい。みんなつけるか、これ。はい。オッケー。これ、古い装備とか、分解して素材にできたりしない？あそこにできるかな？ディナちゃんの店で。できるのかな？あれ？あれ？お昼休憩？お昼休憩ですか？アリスンさん。いないんですけど、お昼休憩取ってんのかな？お前はいつもここにいるな。変わらん今日。はぁ、
毎日粗末な食事ばかり、もう飽き飽きである。豪華にしろとは言わぬ。だがせめてムニエルを持って参るのだ。よいな、仕方任せだと。クエストか、やめろよ、勝手にクエスト追加すんなよ。持ってなかったっけ、っていうか、持ってないっすか、持ってないっすか。さっきの分解のとこであったかなと思ったけど、交換のとこで。あれ、アリスンちゃんがいない。こっちのお部屋なんかやってんの。あ、外にいるの。仕立て屋さん閉じないでよ。お昼休憩かな、お昼休憩かな。あ、お昼休憩だわ。お昼休憩取ってるわ、ここで。どうしたの、怪我したの、大丈夫、健康状態に問題なしと。え、なんか身ごもってないよね、アリスンちゃん。違うよね、旦那さんの子を身ごもってたとかそういうのないよね。なんかしかしアリスンさん、最近顔色が優れないようですが。え、マジでなんか身ごもってんじゃないの。旦那の子供身ごもってた状態で旅行してたのか、もしかして。 いえ、そんなことは。ただ主人の身が心配なだけです。え、無理しなくていい、身ごもってるのは。本当に安静にしててよ。ふむふむってハテナがついてたもんな。これそういうことじゃないかな。あれ、なんかお子さんがいないお腹の中に、そんな気がすんな。ともかく無理はなさらないように、いつでも診療所にいらしてくださいね。え、まだ少し気分が優れなくて、キルゴール先生に見てもらっていたんです。先生は本当に頼りになりますね。え、無理しなくていいからね、仕立てとかしなくてもいいからね、別に。そういう状況なら。で、仕立て屋が強化されたわけではないから、アリスンちゃんがっていうのはないので、ね、うん、うん、いいよ、あんま無理しないで。で、キルゴール様は、ともかく無理はなさらないように。 OK、 同じね。じゃ、薬は作っておきましょう。蘇生薬です。もう蘇生薬です、何よりも。それではまたゆっくり見てください。3個か、作っとくか。8個作っとこう。まあ、こんなもんでいいでしょう。結構使ったな。でも次多分今度出血とかそういう感じでしょ、多分違うやつになるでしょ。料理ここで作れないの。こんないいキッチンがあるのに、なんであそこの焚き木で俺に料理をさせようとするの。なんなのその嫌がらせ。男は料理できないと思われてんのか。あんま間違ってはねえけどさ、間違ってはないけどね。落車、なんで髪の毛染めんの。落車、あのディナと、ディナさんという方、先ほどからお金の話ばかりなさって。落車じゃん、なんか勘違いしてんな。最近人は上辺だけで判断できないとは思うのですが。ダメです、やっぱり理解できそうにありません。何を他人事のような顔をしているのです。あなたも私が理解できない人間の一人なのですよ。あなたもあの人のこともいつか理解できる時が来るのでしょうか。理解してよ、理解してよ、理解してほしいんだけどな。はい、船長、地図できたよ、多分。では見せてもらおう。どうぞ、カットイン。OK。大したものだ。でしょ、ピンください。はい。これはほんの気持ちだ。ピンください。いらないよ、ガントレットなんか。強いんだろうな、ガントレット。攻撃力9万とか増えるんだろうな、バラバラ船長。違ったら怒るよ。なんかそんなに強そうな武器に、アイテムに見えなかったけど、ガントレット。あれ、こっちか。杖、ごめんなさい。杖は普通に強いわ。ブレイク率アップは強いわ。これいいっすね。これいいっすね、部長。あざす。漂流村もだいぶ賑やかになってきたものだな。これも君たちの探索の成果だろ。本当に感謝しているぞ。だがやはり島の東にも漂流者が流れ着いていたようだな。まだ何人かが助けを待っているかもしれない。ハドル、地図を確認しながら慎重に進んでみてくれ。オッケー、ドギー。よう、漂流者探しもここに来て順調みてえだな。リナって商人娘は厚かましいが、物を見る目はありそうだ。店をやりたいってんで、ついでに倉庫番を任せることにしたぜ。あ、そういうことね。まあ、ともかく
漂流者も増えてきた。できることも増えてきたはずだぜ。いろいろ試してみるといいかもしれねえな。そうだね、ありがとう。さあ、あとパロが上にいるのかな。パロは基本上に止まって、あ、ヒュメルいたね。そういや、はい。ここも人が増えて随分賑やかになってきたようだが、やめろよ。ラクシャちゃんを画面左隅に出してちょっと覗いてるの。お前、ラクシャちゃんになんか髪の毛の色がお前に似てきたからってなんかちょっとなんか聞かれるものがある感じか。お前、紫の子好きな感じか。ここにいるだけではやはり進展はなさそうだな。もしかしてと思ったが、そろそろ潮時かもしれん。ダメよ、行っちゃダメ。行かないで。ヒュンメル、君強いんだから行かないでよ。君がいなければあの雲結構苦戦したんだからきっと。ちくしょうケチンバー、ディナーケチンバー、餌もらう、素材交換。俺様素材持ってない。怒ってんな。怒ってんな。バロは怒ってんだな。そっか、ディナとも相性が悪い。カトリーン様とは相性良かったのに。パロも好き嫌いはあるってことか。なるほどな。じゃあ、あとは、サハドは釣りしてたけど、ハシビロコウビッカ。ハシビロ様、ハシビロ様、お納めください。ハシビロ様、これをお納めください。大物っすよ。どうぞ。めっちゃ大物っすよ。悟空、人のみですか？人のみですか？化け物ですか？いまいちまだ足りませんか？そうですか。同じのあげられないね。そっか、これ種類なんだね。なるほどね、そういう感じで。ハシビロ様も何なんだろうな。無言で現れて魚要求してくるっていう、ちょっと怖いんだけどな。ハシビロ様、おかしいな、おかしいな。サハドがあそこにいたはずなんだけどな。サハドより高みに立ったらサハドが消えたわ。おかしいな。サハドあそこにいたよね。あの崖っぷちにいたはずだもんな。サハドの野郎、サハドの気配が消えた。まあサハドいるんだけどさ、ここら辺がちょっとオープンワールドになってほしいな感が強いところというか、なんというか。別にこれはどうでもいいんだけどさ、やっぱこのさ、壮大で綺麗でね、こう未知が溢れる感じがすごい、やっぱ冒険なのかな。アドルが言うように冒険というものが似合うこの無人島っていう環境、オープンワールドとかにやっぱしてほしくなっちゃうよね。こういうゲーム、俺あんまり別にオープンワールドとかこだわりないんだけど、このゲームはなんかすごくそれに向いてる感がやっぱあるよね。新しくやってきた連中、違う、声違うわ。新しくやってきた連中にうまい魚をたっぷり買わせてやろうと思ってな。ちょいと気合を入れて釣っているところだ。釣れる？どこに垂らしてんのお前それ。あの小舟を出しちまえば一発で、違うわ、網で一気に取れるかもしれんが。そういうのある？ドギー頼めば網作ってくれるじゃん。一本釣りで釣った魚の方が身が傷つかなくてうまいんだぜ。あー、カツオ一本釣りとかこういう理由なんだっけ。あそこに魚いるな。仲間としてやっていく奴らには少しでもうまい魚を食べてもらいたいよな。なるほどね。サハドの声だけちょっとやっぱふらついてんな。いまいちわからんな、サハドの声当てが。俺の数少ないバリエーションの中でもさらにサハドだけはうまくいかない。あー、宝箱消えた。どういう条件で漂流物流れ着くんだろうね。料理増やしたいから、迎撃戦一回やるたびに来るんだったら迎撃戦やりまくってみるか。それもいいかもしれんな。料理増やしたいね。違うのか、違うのか。今迎撃戦クリアしてきたんですけど流れ着いてないんで違うっぽいですね。なんか別の条件があるっぽいですね。そっか、違うんだ。うーん、なるほどね。さて、掲示板はなんか来てるよね多分。はい、海賊のお宝探し。海賊のお宝に興味はないね。ない？もちろんあるわよね。だったら私のところに来てちょうだい。なるほどね。ああ、これは受けたね。ムニエルね。焼き魚ではムニエルにするがいい。これ魚を料理でムニエルの料理方法なんか知らないよね。そうだよね、レシピがないとダメなタイプかな。うん、とりあえずディナちゃんの、おい、すごいいっぱい出てるね。なんか、はい。お、それを聞くってことは掲示板を見てきたわけね。いいわアドル、あなたになら特別に話してあげようじゃない。また敵がいるやつでしょ、多分ボスがいそうだな。海賊のお宝なんていうの強いのやめてよ。一体にしてほしい、ボスは。
複数体来る系のやつはきついね。やっぱ一体に集中していいんだったらあの恐竜でもいけるんだけどね。ま、とはいえ口で言うよりはこれを見せた方が早いわね。何？アドルはディナに古びた地図を見せてもらった。はあ。地図には何やら暗号めいた言葉と宝箱の絵が描かれている。あー、謎解きか。そういうタイプか。なかなかいい顔するわね。そう、これは正真正銘宝の地図よ。漂着して割とすぐぐらいかしらかな。海岸沿いでさ、迷っている時に海賊っぽいムクロを見つけてね、何やら大事そうに抱えてたから強引に奪ってやったの。まあそれはともかく地図をよく見てちょうだい。おお、 E2W5S882N885。 まあ緯度経度なのかな。場所は大渓谷流、大渓谷流域より東側の海岸沿いだと思うんだけど、とりあえず暗号を読むと、我は蜂の王。うわー、蜂がボスか。なるほどな、支援の王みたいなのできたな。我は蜂の王、居城よりいざ手向かう。東に2、西に5、南に882。南に行き過ぎだ。北に885。行き過ぎだ、北と南に。え、てか、待って、北と南にそんなに動いたら結局3歩しか北に動いてないんじゃないですか。ってこと、数字はおそらく長さの単位、メライのことよね。メートルじゃなくてメライって言うんですよね。私の身長がおおよそ 1.3 メライってところだけど、ちっちゃいね。ちっちゃいね。1メートルでしょ、多分1って、1メライって。ってことは結構小柄ですね。うん。何歳ぐらいなんだろうね。さすがに小学生とか中学生には見えないけどな。高校生以上行ってそうな感じは見えるけど。882メライなんて、どうやって測ればいいのよ。いや、なんかプラマイ3メライだったけど。ああ、もう、私にはさっぱりよ。金勘定はできるのに、そういう数字の計算できない。ハドル、あなたは冒険家なんでしょ。だったらこのくらい簡単よね。ああ、任せてくれ。すぐには難しいかな。任せてくれ。いいわね。ならその地図はあなたにあげるから、ちゃっちゃと探してきて。見つかったら二人で山開けよ。オッケー、取り分決めといた方がいいんじゃないの。9対1で持って帰る気がする。羽のマークなんですけど、宝の地図。なるほどね。これはアイテムで見れるってこと。宝の地図は。ないな、ないな。クエスト扱いだからねえのか。あ、そうですか。そういう専用アイテムは用意されていないんですね。そっか。とりあえず武器を強化したいよね。武器強化したいし、なんかいろいろやれることが増えてきてやりたくなってきてるね。うん。装備も整えたいね。下手や、まあ防具は整ったけど、アクセサリーとか、そこら辺もちょっと調整したいし、4人になったしな。まあ、4人なんで、逆に使い回せるのか3人分用意しとけば。うん。ちょっと考え物ですかね。はい。じゃあ、どうしよう。ちょっと時間確認しますね。はい。さて、ディナちゃんの交換で、素材を手に入れたので、サハドの服です。そう、サハド、着てくれ。さあ、サハドがどうなっているか見ていきましょう。楽しみだな。サハドどうなってんだろう。さあ、ではサハドはどうなっているのでしょうか。ちょっとずつカメラさん、あ、カメラに捉えちゃった。あー、ただの色替えかな。服の色替えか。髪型の色までは変わらない。ラクシャちゃんだけなんであんなに変わったの。あ、サハド似合ってるね。その色似合ってんだ。サハド割と似合ってるじゃん。いいじゃん、その格好。サハド、じゃあこれでいっか。ラクシャちゃんがさ、不良娘になったのはなんで、なんで髪の毛の色まで変わっちゃったの。あれ完全にラクシャちゃんのなんか趣味というか、なんかあれだよね。なんかやっぱヒュンメルにちょっと悪い男に引っかかった感があるよね、ラクシャちゃん。
ユンメルに引っかかった感があるな、あの髪の毛の色になったのは。ちょっとなんか納得いかんよね。外しとくか、外しとくか、外しとくか。ちょっとなんか、ラクシャちゃんがその色は納得いかんからさ、外すわ。この色がいいよ。このラクシャちゃんが好きだわ、俺は。初期ラクシャが好きだわ。うん、でね、今ね、プレイステーションストア PSS 散歩できないんですけど、なんか落ちてるのか知らんけど、開くとバグって、なんかビータこと言うこと聞かなくなるんですよ。俺のビータだと。よくわからないので、ストア入れないんですけど、ダウンロードコンテンツっていう項目がここにあるじゃないですか。アイテムのところに。ここでね、見た目の衣装とかも手に入るらしいんですよ。有料なんですけど、欲しいなって。欲しいなっていう風に思ってはいるんですけどね。ラクシャちゃん用の服とかいろいろあったんで、欲しいなっていう風に思ってはいるんですけど、ホームページに載ってた。ホームページにこういうのあるよみたいに載ってたけど、欲しいんだけどな。ちょっと今入れないんで、買う買わないは置いといて、それを確認しに行くこともできないっていう、ちょっと苦しい状況ですね。また治ったらなのか分かんないけど、入れるようになったら PSS 散歩と合わせてそこら辺も確認していきたいなと思ってますね。じゃあまあこんなところですかね、このパートは。まあ村見るだけでしたけど、まあ、こんなところでいいでしょう、時間的にも。あ、落ちちゃった。落ちちゃった。こんにちは。こんにちは、ディナちゃん。はい、じゃあって感じで、一旦ここで休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。